コロッサス級戦艦はイギリス海軍の土球戦艦の艦級で2隻が建造された。本級はイギリス海軍最後の土球戦艦である。本級はドイツ帝国海軍による土球戦艦の大量建造に対抗して1909年度計画で一度に6隻の戦艦の建造を計画し、このうち2隻は前年の1908年度計画のネプチューンの改良型として、 コロッサス、ハーキュリーズと名付けられた。本級の、ハーキュリーズ。全部マストの最前部に位置する一番煙突のために、即興義書は、倍煙と高熱に悩まされた。本級の、最も大きな変更は、マストの位置であり、ネプチューン級では一番煙突の前にあった前、帆柱を煙突の後ろに移し、ミズンを廃止したことである。ドレッドノートに似たこの廃止は、 次級のオライオン級にも継承されるが、高温の倍円が前小柱に置かれた、射撃指揮所の任務遂行を常時阻害したため、さらに次のキング・ジョージ・ブリオ級からは、マストは煙突の前に戻された。また、3番・4番手砲塔を距離を接近させて、弾薬庫を小型化して、防御重量を浮かす工夫がされた。本艦の船体形状は、高い還元を持つ、 単戦主楼型戦隊であり、概要でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに連想タイプの一番手法と一機を配置し、そこから看板よりも一段高められた上部構造物の上に下部に司令塔を持つ箱型環境と一番煙突が立ち、その背後に頂上部に見張り書を持つ三脚型の全部マストが配置された。一番煙突の背後で、 選手楼が終了し、そこから一段分下がって、中間板上に立つ二番煙突を斜めに、挟み込むように、左舷側前方に二番手砲塔が一気、右舷側後方に三番手砲塔が一気配置され、その後方に三脚型の後部マストが立つ。間板上に、手砲塔を配置したために、関西艇は一番煙突の後方から二番煙突を、経由して、後部マストまで続く。 空中甲板を設けて関西艇を配置し、関西艇は全部マストを基部とするボートクレーンと2番煙突の後方に小型クレーン2機により運用された。この形式はイギリス海軍はロードネルソン級で用いられた形式で前後の環境との連絡橋としての役割もある。フライングデッキは2番3番手法の型原生車に耐えうるように強固に作られたが爆風で関西艇が 主砲塔上に転落して、旋回を阻害する恐れがあったので、第一次世界大戦中に2番煙突と、後部マスト間の部分を撤去された。後部マストの後方に4番5番主砲塔が、後ろ向きに背負い式で2機が配置された。複砲の10.2センチメートル速射砲は、本級からすべてを上部構造物に設置され、環境基部と2番煙突基部と、 後部マスト基部の3箇所に16門が分散配置された。本級の武装、装甲配置を示した図。本艦の手法は、全級に引き続き、1910年型マークスクシー3 0 5トル砲を採用している。その性能は、方向初速秒速8 6 9ル重量3 8 6ラムの砲弾を、 最大行角15度で19380メートルまで到達し、射程9140メートルで、原則走行284ミリメートルを貫通する能力を持っていた。方針の上下は、行角15度、深く3度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番2番3番5番、砲塔は左右150度であったが、4番砲塔は150度の、 戦改革のうち後部環境を避けるため後方0度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。この超方針化はあまり成功せず、高所速化したために方向がぶれて散布界が増大して命中率が下がった。また、方針の名数が落ちて低寿命となってしまった。本艦の副武装は、 1910年型マークバイ1 0 2トル速射砲を採用した。その性能は、14. 1 4 1ラムの砲弾を最大行角20度で8 7 8 0ルまで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は行角20度、深く10度で、 旋回角度は360度であった。発射速度は1分間20発であった。他に、対艦攻撃用に53.3センチメートル、水中魚雷発射艦3門を装備していた。本級において、防御重量が増加され、減速防御は254ミ、mm、リメートルから279ミ、mm、リメートルへと増圧された。第一次世界大戦では両艦とも、 ユトランド沖海戦に参加している。ハーキュリーズは1921年に助席、コロッサスはその後もしばらく練習官として任務に就いていたが1928年に助席された。ありがとうございます。